と、こんにちは。さゆたかさん、どうしました？海の向こうだろ、今日は話は泳げないけどね。泳げないんですか？いや、太平洋はね。あ、それちょっと長すぎるね、距離が。距離は長すぎるんですが、はい、そうです、海の向こう、はい、有原投手、それから沢村投手、はい、筒香選手が、はい、NPB 復帰するのかどうかというのが、うん、今結構話題になっています。まあ、代理人がいるとややこしいよね。あれ、どうややこしくなってくるんですか？いや、だからメジャーで代理人も商売だから、うん、高くその選手を売りたいわけじゃない、はい、日本よりは高く売れるっていうところをメジャーで探してたりだとか、うん、まあ、するからややこしくなる。あ、だから日本はやっぱりこうそんなに出せないよね、この不景気で、はい、コロナの2年間、うん、まあ、今年からお客さん入れたけども、はい、まあ、そういうツケも回ってきてると思うしね、うん、お金なんか潤沢にあるわけじゃないしさ、はい、まあ、そう考えるとやっぱメジャーで、まあ、2年契約でも何億円で契約してくれるところはないかなって、まあ、探しつつ、はい、まあ、本人の意向もありながら、まあ、日本復帰っていうのも考えてる。外国人の代理人を入れていると、代理人はやっぱ日本に来てしまうと、そこで契約がもう選手とは終わってしまう。あ、終わる可能性はあるよね。だとしたらやっぱメジャーでもう1年でもっていう方を代理人は望むんですかね。まあ、そりゃそうだよね、食い口だから。そうですよね。まあ、いろんな選手は持ってるとは思うけどね。はい、ないよりはあった方がいいからね。そうですよね、うん、なので多分3選手、ともまずはメジャーでどこかないかっていうところを探しつつ、そこで条件合わなかったら日本にっていうところだと。まあ、それはまあ引退は考えてないだろうからさ、うん、はい、そうなった場合日本復帰の可能性、そしてあと NPB のオファーが多数という記事も出てたんですけれども、うん、まず有原投手、はい、どうやらもう日本の球団ラブコールを送ってるチームもあるんじゃない。はい、まあ、お母さんの後輩だもんな、はい、だから有原来いよみたいな。そんな感じ。いや、あれだから来いよみたいな。もうあれするがためにみたいな。あれでね、あれで、あれでいいんじゃない、うん、どうですか、まあ、今シーズン有原投手1勝3敗防御率 9.45 だったんですけれども、うん、まあ、日本に戻ってきたらもし阪神でも、いやー、分からんな、このブランクがあるからね、うん、はい、帰ってきたモチベーションっていうのもあるしさ、うん、まあ、広陵っていうことを考えたら広島も可能性はなくはないと思うけどね。あ、まあ、帰ってくるのに、まあ、例えば黒だから、はい、広島でやろうよみたいな、うん、やればいいじゃん、地元帰ってやれよみたいな、うん、もっと言われたら広島の可能性はなくはないけども、はい、ただ力がわからないよ。それは確かに日本ハムでやってる頃はやっぱ力はあったよね、はい、うん、力はあったし、まあ、メジャー行く、ああそうか頑張れよみたいな、はい、まあ、そういう思いではいたんだけどもさ、うん、行ってやっぱりこう全くダメでね、はい、ただ日本ハムには帰りにくいよね、やっぱりね、まあ、今もう体制が変わっちゃってますね。変わってるしね。ただメジャーで苦労した人間っていうのは、はい、新庄は好きなんじゃないの。新庄さん自身もやっぱメジャーで、まあ、苦労したりだとかね、はい、まあ、一時期良かった時期もあったし、はい、まあ、そういう気持ちが分かる人間っていうのが、うん、まあ、指揮官にいるっていうのは心強いかも分からないな。でその阪神、まあ、岡田監督つながりで、うん、阪神がもし有原投手を取った場合っていうのは、だから先発、そうですよね、うん、しっかり投げれるんだったら、はい、それは強力だよ。あの先発陣がいる中でのやっぱり強力になってきますね、うん、また強力だな、うん、さらに優勝が近づいてくるというか、まあ、あれが近づくよ。あれが出た、あれが近づく、あれだよ。巨人とかどうですか、有原投手欲しいなっていう。メルセデス投手が対談濃厚っていうのが出てたので、うん、でも巨人はあの外国人を調査してるからね。あ、まあ今そうですね、だから現実問題はないかなと思う。やっぱあれだけ優秀な若手の投手陣がいる中で、はい、一つでも枠は使いたくないっていう、うん、やっぱこいつらに経験をさせて投手王国みたいなのを作りたいっていうのは思ってるんじゃないのかなと思うよね、はい、うん、じゃあ巨人はなしとなるとセリーグだとやっぱり阪神、まあ、阪神、広島も声かけるような気はするけどね、広陵ということを考えると、うんうん、パ・リーグもあると思うよ。あるとするとどのチーム声かけて上がりそうですかね。新庄もやっぱそういう苦労人っていうメジャーでのは嫌いではないと思うしね、うん、し監督もメジャー経験者だし、そうか、まあ、当時有原と一緒にやった吉井、はい、ロッテも可能性あるしな。この3チームパリーグありそう、うん、まあ、松井和夫もメジャー入ってみんなメジャー入ってんな、みんな入ってますね。
ねパリーグ、うん、オリックスはないような気がする、ね、あなんかそうですね、うん、それでソフトバンクもないような気がする。あじゃあ4球団ですねパリーグ。まあそうだね、うん、でもどっちにしても日本に帰ってくるとなるとやっぱり欲しいっていうチームは多そうですね。投げれるんだったらね、まあ、調査はしっかりすると思うけど、うんはいまあ、投げれるんだったらやっぱまだまだ投げれると思うしね、うん、そうですね、うん、さあ続いてパイレーツで2年目だった筒香選手、はい、今シーズン打率1割7分1厘ホームラン2、はい、17打点とちょっと苦戦というか厳しいシーズンでしたけれども、まあ、2年間ぐらいあんまり試合に出てないんだよね、はい、だから、まあ、そこら辺の衰えとか、うんまあ、そういうのが気になるけどね、はい、で横浜は筒香が出ていくときに25番の背中のポスターを作って待っている、はいおじゃあもう完璧に戻って。わかんない、それは嘘かもそんないやわかんないけど、はい、なんか声が聞こえてこないよね。そうなんですよね。いやポジションがないんだよね。あと戻ってきてなかなかな。じゃあ何番どこを。いやそれはクリーンアップとかが打てないんだったら6番とか6番、うん、それはやっぱり脅威だよねってなるとね。牧選手もいて宮崎選手もいてオースティン選手も外も佐野選手もとか宮崎もいるしな、はい、ってなってくるとかなりの競争にはなりますね。まあそらなるよ。現実問題 DeNA は取りそうですか。いやどうなんだろうね、うん、情報入ってないですか豊さん。情報はない、ね、情報ない。一時期ジャイアンツ説もあったんですけど、ね、まああったけどね、はい、でもまあそこら辺がまあおとなしいっていうのはやっぱメジャーの方でまだ探してるのかなっていうような感じがするよね。12月いっぱい探してみてダメだったら1月でまあ日本に決めようかなっていうようなそういう流れになってくるのかなっていうふうには思うけどね。そうするとじゃあ筒香選手を欲しいっていうチームはまあセパともにどのチームが考えられそうですか。まあ、ロッテとか欲しいだろうね。あやっぱ外国人が2人とも、ね、いなくなるという、はい、やっぱホームランバッターというのはやっぱ何人か欲しいでしょう、うんまあ、西武もいてもいいよね。お森が抜けて長打が少し減った分だけ、はい、DH とかそうですね、まあ、そういうことでもいいし、うん、吉田正尚がいなくなるんだったら筒香を取ってもいいよね。オリックスありで あるかもしれないですね、うん、ソフトバンクはないかなっていうような気がするけどね、うん難しいな。難しいですね、ここら辺も、うん、セリーグは、はいまあ、横浜、はい、巨人もいらないと思うんだけどね、うんまあ、阪神は多分左バッターって取らないと思うんだよ、うんまあ、筒香ぐらいのパワーがあれば甲子園の風っていうのは関係ないかもわからないけど、うん、外野手を補強してるしね、はい、だからいらないかなっていうのは気はするんだよね、うんまあ、ヤクルトも可能性はなくはないけどね、うんまあ、青木がね、はい、また1歳年取るし、うん、レフトのポジションということを考えると、はいまあ、山崎が頑張ってるけどね、うんまあ、だけどあそこにホームランバッターを置くと、うん、より強力になるよね。そうですね。あだから、まあ、ヤクルトもチャンスはなくはないかなと思うけどね、うん、じゃあそのあたりでセリーグは横浜、うんそうだね、巨人、うん、でヤクルトあたりそうだ、ね、でパリーグが、まあ、ロッテロッテだなとオリックス、まあ、吉田正尚選手を抜けた場合っていう、そう、まあ、挙手次第ではね、はい、と西武、まあ、西武だね。お、うん、あと沢村投手もなんですけれども、うん、沢村投手はどうなんでしょう。ジャイアンツロッテからのメジャーでしたけれども、いくつだっけ沢村投手は。88年世代なので34歳。まだ投げれるけど、はい、俺は魅力は感じないよね。まあ、後輩なんだけどさ、中央大ですね。そうなんだ、魅力感じないんだよ。これなぜかというとさ、はい、メジャー行って髪の毛伸ばしてさ、はい、なんかこう自由奔放で、はい、そういうんだと思ってね。あ、まあ、豊さん的な、まあ、いいんだけど、うん、いいんだけど、うん、それはね、はい、自由なんだけど、はい、俺が GM だったら、はい、いやーいらないかなみたいな感じになっちゃう。あまあでもどっか取ってほしいけどね、うん、あとね、投手って言ってやっぱあの自身も直球直球っていう、 そうだね、こう変化球とかなんかこうコントロールというよりかやっぱ直球勝負っていうイメージがすごくあるので、それは日本帰ってきてからもスタイル的にはどうなんですかね。まあ大丈夫だと思うけど、うん、巨人からロッテに行った時にパッといい成績が残ってたよね、はい、まあ、その時のピッチングコーチだったのかな吉井は。でそうなってくると吉井にはいいイメージが残ってるし、はい、可能性としてはロッテっていうのはあるかもね。うん、そうなってくると、まあ、中継ぎか、まあ、
まあ、中継ぎだな、ですよね、うん、まあ、先発ができるほど長いイニングは持たないだろうし、はい、抑えって言ったらちょっと怖いような感じもするよね、うん、だからまあ中継ぎで置いとくという、うん、まあ、それは可能性はあるよ ね、 そうですね、パ・リーグ向きなんですかね、沢村投手って。どっちかっていうとパ・リーグ向きかもわからんね、うん、うん、まあ、難しいけどな。そうですね、悪いやつじゃないんだけどね、はい、沢村っていいやつなんだけどさ、うん、威圧感あるよね。あ、威圧感ありますね、いい意味で、はい、相手バッターを、あの髪でヒゲでしょ、はい、もっと爽やかになればいいのになとも思うけどね。なんか彼なりのスタイルがあるでしょうね、こうなりたいっていう、まあ、ヒールな感じはするよね。なんかどうしても私、あの阿部選手にポカってやられてるイメージが面白くて、ポカーンとなってなあるんですけれどもね、復帰ができる間にこれ1年遅れるともういらないっていうところもたくさん出てくるだろうし、だからいい判断をしてほしいよな、3人ともな。そうですね、来シーズンも海の向こうで見られるのか、それとも NPB で見られるのか。そうだね、海の向こうで見られればいいけどな、本来は。そうですね、そうだね、まあ、いい判断をしてほしいな。そうですね、はい、はい。